はい、ありがとう生態の平野です。YouTube をね、たくさん作って、大変ですねっていう声をね、いただくんですけども、今はね、楽しんでやっています。そして、私でしかということもちょっと傲慢なんだけども、あまりね、知られてない部分で、調整しなければいけないという、私が考える部分を皆様に知らせたいと思って、動画を撮らさせていただいています。今回、巻き方になると何が起きるかというね、テーマで、お話ししてみたいと思います。当然巻き方になればですね、肩が丸まって肋骨が縮まり、鎖骨もガチンってこう、入ってきてね、非常にまずいことになって、で一番は、肺が、呼吸がうまくねできなくなる、肺が縮こまって、心臓もぐってねこう、圧迫を受けて、まず大きな呼吸ができない、酸素が入ってこない、二酸化炭素が吐けない、そしてぐってねこう心臓ポンプでる心臓が、潰されてしまっているとしたらですね、ポンプで血液を回す、血液が回りにくい、酸素がね隅々まで行きにくいという問題、そしてもう一つ、この鎖骨がですね、ぐって入ることによってこの辺りの緊張ですね、自律神経、節、胸腺、免疫のね中枢の胸腺もあるし、全身のリンパがここに集まってくる、で心臓から脳に行く血管がここを通っていく、迷走神経って、内臓を、ね、動かしている神経、副交感神経系のね神経もここを通っていく、甲状腺もある、本当にこのね、すごく人間にとって非常に大事な、首のあたりをねガチガチにしてしまう巻き方です、これはですね使いすぎの巻き方もあるんですが、中心軸を崩すためにこれを守るためのね腕の緊張を入れて、その結果として巻き方になってしまう、あとは、精神的なね苦痛、心配、怖い、怒り、全部この腕に力が入ることによって巻き方の方になっていく、本当にさまざまな問題が、原因で巻き方になっていくんですけども、一番 の弊害はですね、とにかく呼吸が浅くなるという、もう本当にこれ、大ごとなんですね。食べ物は1週間食べなくても死なないかもしれないんですけども、10分ね、酸素の供給を止められたら死んでしまうというふうに考えたら、いかにね呼吸が大事か、1日2万回だと言われる、呼吸がですね、しっかり吸えて吐ける人と、ちっちゃくしか吸えない人、大変な違いになってくると思います。ぜひねこの巻き方、本当は大問題だと私は考えます。ぜひね巻き方の調整、は非常に得意なので、ぜひね当院に来ていただきたいなというのが、思いです。よろしくお願いいたします。